こんにちは、ふみです。本日はですね、先ほどですね、イレーヌ降臨の職権挑戦をね、初見の挑戦を動画で出したんですけども、今度はちゃんとしたやつ、はい、お届けいたしますちゃんと勝てるパーティーをね考えたので、これでねちょっと紹介していきたいと思います。で、まあ、リーダーは相変わらず、キャプテンキャプテンマーベルと羽川翼さんで行くんですが、ちょっとサブとねアシストが変わっているので、紹介していきたいと思います。まず、キャプテンマーベルに、これはドリームオブジョイ、なんだっけ名前、ヒューイ・デューイ・ルーイね、暗闇耐性を積みたかったんで入れてますね。まあ、3つあれば足りてますね。はい、続きましてサブのキャプテンマーベルがファスカの武器で泥鏡を足しております。はい、遅延6、あ、そう、遅延はね必ず6です。マーベルはよろしくお願いします。で、次がヨグですね。極性のヨグ、こないだ強化されてね、覚醒とかリーダースキルも強化されておりましたけども、ヨグはね本当にねスキルがね、6っていうところが非常に強いです。はい、このパーティーもねスキル結構積みたいので、ヨグを採用させていただきました。で、ここにフェニックスジングレーのクラシックカバーの武器をつけてルーレット対策ができるようにしております。はい、で、まあ、ルーレット生成があるキャラだったらまあ何でもいいかな、そんなにないけど、あの直でね、なんだっけ、物語シリーズの八九時さんだっけなを入れるのが本当はいいんですけど、持ってないのでヨグにアシストしました。ウルヴァリンね、ウルヴァリンは交換通訳で火力が出る枠ですね。非常に強いですが、ここにですね、火のシェリングフォードの武器をつけておりまして、まあ、最初ちょっと威嚇を打った方が楽なのでシェリングフォードの武器ですね。で、潜在はダメージ上限解放にしているんですけども、まあ、これじゃなくても別に火力は足りていると思うので、もしあれだったら別のとかでも大丈夫ですね。はい、で、次がティオレ、これは進化後の方のティオレです。これはボスがね悪魔タイプなので悪魔キラーが刺さっていきます。交換通もできますと。で、ここに、これはドクターストレンジのクラシックカバーをつけて、覚醒無効回復と、あと一応ね十字消しで超暗闇目覚めも消せますということで入れました。まあ、ここもねチェーン6がいいです。はい、フレンドさんは羽川翼なんですけども、1階層でバインドが食らうんでバインド耐性の武器がいいですね。ということで、こんな感じでバッチを暗闇にして暗闇耐性が 100% になっているという感じです。で、今回このパーティーだと毒目覚め耐性つけてないんですけども、まあ別にいけないことはないので、まあ、気になる方はねウルヴァリンとかにつけていただいてという感じですね。ということで行ってみましょう。はい、最初ロックのバインドの毒目覚め耐性になるんですけども、まあ最初は羽川さん変身して、で、ウルヴァリンのとこのヒシェリングを打ちますと。はい、で、まあ、適当にコンボするでしょ。で、まあ、一旦キャプテンマーベル打ってあげて、まあ、そんなコンボしないように適当にするでしょ。はい、で、ちょっとスキルダメをしますと。まあもうそしたら行ってもいいのかな。もう一旦貯めるか。貯めよう。そしたらここで突破します。すごいことになっているよ。まあ光はねちょっと取っておきたいね。次の階層で光が結構必要になってくるので、光は残し気味でお願いします。はい、2階層目、1階層目は、無効貫通になるんですけども、光がここで、このサブのねキャプテンマーベルを変身して光
光が足りるならそれで行っていいし、まあ、足りないならその変身させてある方のキャプテンマーベルを使ってって感じですね。はい、今回は変身させていきたいと思います。はい、しっかりと組めていれば火力は申し分ないかと。交換通はね、ウルヴァリンがすごく強いですね。はい、2回走突破で、3階層が吸収で、ここがね結構先生がマジで痛い。ギリギリ耐えましたけど、ここ先生痛いんで気をつけてください。毒じゃないや、なんだっけ、お邪魔だ。お邪魔が盤面にあったらロックしてくるだけなんですけど、これこうお邪魔耐性ついちゃってるんで、弾くと先生をかなり食らってしまいます。これ毒がねコンボ落ち込んでコンボしてたら死んでたな。危ねー。さあ、ネフティスは覚醒無効からの暗闇、弾け。よし、これバッチンしてるから、これバッチンしてるから半分の確率で弾くんですよ。最高だね。さあ、ドクターストレンジ打つんですけど、これ2ターンヘイストあるんで先にマーベル打ってからで。はい、オッケー。これ倒せるかな。ちょっと光が少ない気がしなくもないけども、まあこんな感じで、ここは普通に一発で倒しちゃって大丈夫かな。はい、光がいっぱいあったら十字で消してあげて、超暗闇を少しでもね剥がしてあげた方がいいかなと思います。続きまして、ロズエルですね。ロズエルちゃんは硬いんですよ。ここはですねちょっと硬いんだけど、無効貫通できればワンパンもいけるんですけども、私は若干やっぱり暗闇をね取りたいので、若干こんな感じで、でも結構削っちゃうかな、これもしかしたらいっちゃうかもしれん。あーやばい、発狂ですか。はい、帰ってきました。ちょっとスキル打っちゃったんだけれども、マーベル打ってウルヴァリンが溜まっていたのでもう打っちゃいました。そう、ここね回復力ゼロにされるんだけど、ウルヴァリンを打ってれば自動回復毎ターン3ターンの間ねしてくれるので、めちゃめちゃ楽だと思います。でロゼル硬いんだけど、無効貫通できてればそんなにね問題なく抜けちゃうと思いますので、こんな感じで突破していきます。はい、 OK。 はい、完走。そしてボスに来ましたと。はい、イレーヌ、ルーレットしてくるんですけど、これがね若干厄介だよね。でマーベルも打てないので、自力で、光の2コンボを取り出してあげてください。はい、本当にちょっと大変だけどね。でまあ回復したいなら回復を取りつつ頑張って耐久していきます。いつまで耐久するかと言いますと、ちょっと光全然ないから羽川翼使っちゃうね。期待されてやるにゃん。いつまで耐久するかというと、余分ところの毒を入れちゃおう。ヨグのところのなんだっけ、サイオニックエンティティが溜まるまで、まあ4ターンぐらいですね。本当はね八九時さんがいればめちゃめちゃ楽なんですけども、持ってないので、ここはしっかりと耐久していきましょう。そんなにめちゃめちゃ難しくはないと思う、ルーレットあるけど。お、倒しちゃうか？倒しちゃった。まあ。はい、そして進化後のイレーヌさん。イレーヌさん可愛いよね。欲しいな。さあ、落ち込んなしになりまして、
九州、一旦は九州です。はい。で、先手が痛いですね。ここもしっかりと光にコンボの、回復もしたいですね。回復の、まあ、こんな感じでどうでしょう。いやー、回復力がね、若干渋いよね。はい。ルーレット。帰ってきたんで、ルーレット、帰ってきたじゃない。ルーレット溜まったんで、ルーレット使っちゃっていいかな。うん。使っちゃいます。で、光ないんだけども、マーベル撃てば闇を光に変えてくれるので、これでまあ、一旦半分まで削っちゃっていいんじゃないかな。はい。まあ、繋がらないように極力したいな。まあ何でもいいか8コンボ以上あるんで、まあ半分はいったかなと。はい。そしたらですよ、こっからね、ちょっとマジでね、硬いんすよ。マジで硬い。びっくりするぐらい硬い。で、ワンパンはちょっときついので平積みで削っていきます。はい、こんな感じで。で、最終的にはテュオレのところのエンハンスを使って倒していきたいですね。はいはいはい。はいはいはい。痛いです、痛いです。まあでも、回復が欠損しなければそんなに、まあ、最悪、ウルバリンとか使って耐久してあげて。よし、行こう。はい、もうちょっと出ようか。ちょっと回復力怪しいね。回復力が怪しいよ。ウルバリンを使っちゃおう。怪しい時は使うに限る。で、光が多すぎて分割ができないすごくない？これ大丈夫？まあいっか。はい、どうですか？あ、いいね。あ、危ない。危ない、危ない、危ない。危ないし、なんか若干盤面悪。盤面悪くない ?1、2、3、4、5、6、6の6で12個。あ、ギリギリだ。ギリギリいけるんで、行きましょう。マーベル、谷川さんの、エンハンスをかけまして、これでいけるはず。いきまーす。はい、ここの下に組んで、こうしてこうして、あ、ずれてる。こう。はい、これはいったでしょう。ちょっと最後ね、発狂ラインが危なかった感じはしますけども、はい、オッケー、クリアです。ということで、キャプテンマーベルと羽川翼でイレーヌ降臨クリア、ありがとうございます。ハチクジさん持ってる方はヨグのところハチクジさんにしたら楽だと思います。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。